ともかく、メタ社、へのふまん。疑問は、累計の広告収入、特にテレビ、そこへ変更し、そこに混沌を生んでいた、というのはある。目的は？というより、あるいはありますと、宣言した能力がなかった、秘訣でしかないのかもしれない。よくある話なのがさらに。勉強する先の混沌その象徴みたいなものだろうか。テキストを書いた先生にも疑問、それがあるなら、その先には進めないのだ。そうしてでも、今更ないと言えない先。先生、でなければならない人々に、わかることが何一つなくなるとき、そこに残るのは虚無か。あるいは魔物か。なければならないものなら、あるべきものがない、なら、それはそこに埋めることもできるにしろ、必要性に疑問のある状況では、その意味も疑問。それでもそれはそこにある、というそれは、単にシステムの不備？